こんにちは、こんばんは、赤尾です。本日も、最強のコアバナ探しの旅に出ましょうか。では、早速。第1話目は、演劇部の幽霊部員、です。どうぞ。友達が通っていた中学校での話で、文化祭を前にして、その友達が所属していた放送部が出し物を何にするか話し合っていた。いろいろ企画が決まっていき、最後に怪談話として学校の七不思議を紹介しようということになった。しかし、その学校は比較的新しく設立された学校ということで、先輩や先生に聞いても全く不思議話が集まらない。文化祭は迫っているし、今さら新しい企画を考えるのも面倒、それにこの手の話は受けがいい。いろいろ話し合った結果、放送部みんなで適当にでっち上げることにした。定番系の、音楽室で深夜にピアノが鳴り出すとか、美術室に置かれたデッサン用の置物の向きが勝手に変わる、毎日誰かしらがその場所で必ず転ぶ階段とか、ありもしない話を勝手に決めていく。6つまで結構すんなりできたものの、最後の1つがなかなか決まらなかった。そんな中、自称霊感不思議系少女で、珍しくその日はずっと黙っていた女の子がある案を出した。どんなものかというと、文化祭の発表の際、放送部の後に順番が来る演劇部に、本当の幽霊部員がいるという話を七不思議に加えて紹介する。そして、前もって友達何人かに頼んで実際に演劇部が発表している時に、なんか幽霊みたいなのが見えたと騒いでもらうというものだった。その案を聞いた放送部のみんなは結構ノリノリで、面白そうだからやってみようということになり、部員それぞれが友達にやらせ役を頼むことになった。文化祭当日、合同で段取り通り放送部の発表が終わり、演劇部の出番になった。明かりが消され、舞台の上にだけスポットライトが照らされる。演目が終盤に差し掛かった頃、予定通り仕込み役が騒いでくれたのか、合同に集まった生徒たちのところどころからざわめきが起こった。嘘、マジで?などの声が上がり、俺の友達も面白くなってきたなと思っていたが、結局はそれほどの騒ぎにならず、文化祭は何の支障もなく無事終了。でも、それなりに効果はあったらしく、文化祭が終わった後、放送部が紹介した七不思議のうち、演劇部の幽霊部員ネタだけが結構話題になっていた。実際、やらせを頼んだ生徒以外からも、演劇部が発表している時に幽霊を見たという話を聞くこともあった。さらにこの話が盛り上がったのが、文化祭の写真を先生が廊下に貼り出した時で、演劇部が舞台の上で発表している様子を写した写真に、白いもやのようなものが写っていた。友達曰く、はっきり言って全く幽霊には見えなかったらしい。でもたまたま時勢に乗ったというか、演劇部の幽霊部員話で盛り上がっていたので、女生徒なんかはキャーキャー騒ぎだし、男子生徒も面白がって心霊写真だと、そこら中に行って回る始末。放送部では自分たちがこのブームを作ったって感じで、みんなどこか得意げな雰囲気。そんな中、案を出した当の本人だけがなぜか浮かない様子だった。俺の友達が理由を聞いても、別に、としか答えない。友達も、ま、いいかと特に気にも留めずにいた。3ヶ月ほどして、心霊写真の騒動もすっかり収まった頃、なぜか演劇部員が次々と退部し始めた。もともとそれほど人数がいなかった部だったので、1ヶ月もしないうちに、演劇部は部員が足りなくなって廃部になってしまった。あんな噂を勝手に作ったこともあって、俺の友達は何か引け目を感じたらしく、辞めていった演劇部員の子にそれとなく話を聞いてみた。すると、ためらいながらも、部室で変なことが起こるし、練習をしている教室で実際に幽霊を見た子がいる、それで怖くなって辞めたと教えてくれた。さすがにこれには驚いて、放送部員のみんなにこのことを話して、先生に文化祭でのことを打ち明けようという話になった。例の霊感少女だけは浮かない顔をしていたけど、とにかく先生には言っておこうということに決まった。放送部顧問の先生に話をすると、困った顔を見せて、とりあえず文化祭のことは演劇部の顧問の先生を通して伝えてもらうから、お前たちは演劇部の人にきちんと謝りなさいと言われた。数日後、前もってある程度話をつけてくれた顧問の先生に引率され、演劇部員と演劇部の顧問の先生の前で、その日休んだ霊感少女以外の放送部みんなで、申し訳ありませんでしたと謝った。不
深々と下げていた頭を上げた瞬間、目の前にいた演劇部全員と顧問の先生がなぜか大きな声で笑い出した。わけがわからずほうけていると、顧問の先生が理由を話し出した。なんでも、文化祭の一件以来、心霊写真のこともあって演劇部の部員は結構マジでビビって、練習にも身が入らないようになっていたらしい。困った顧問の先生がどうしたものかと頭を悩ましていた時、たまたま生徒の一人から文化祭の一件は、放送部が仕込んだやらせだったということを耳にした。それで早速部員たちにそのことを伝えると、信じられない、許せないなどの声とともに、仕返ししないと気が済まないという意見が出てきた。もともとノリのいい先生、ヨシヤルカと今回の幽霊による大部騒動を考えたということだった。俺の友達が辞めた部員に理由を聞かなくても、それとなく放送部に幽霊騒動大部話が伝わるようにしていたらしい。そんな中、演劇部の一人が文化祭のやらせの一件は誰のアイディアなのかと聞いてきた。今日休んでこなかったあの霊感少女だというと、その子は、やっぱりと声を荒立てた。なんでもその女の子と放送部の霊感少女は、もともととても仲が良かったのに、つまらないことで喧嘩して以来、口も利かないほど険悪になっていたらしい。自分が心霊とかそういうのが大嫌いと知っていて、それでこんなことしたんだわ、と彼女はみんなの前で怒った様子を見せた。明日絶対何か言ってやると彼女が息巻いて、その日はみんな解散、演劇部もその時点で復活となった。でも、次の日、放送部の自称霊感不思議系少女は来なかった。それどころか彼女は全く学校に来なくなった。まさかちょっと気まずいくらいで登校拒否になるかと思っていたが、結局彼女はそれ以降姿を現すことがなかった。放送部の部長が気になって、家まで行ってみたものの、彼女どころか家の人にも会えなかった。しかも、人が住んでる気配すら感じなかったという。それから数日後、先生から彼女は引っ越して転校したという話があった。俺の友達が、なんか変だなという思いを抱きつつも、いつも通り放送室に向かうと、部員の一人が妙な噂を聞いたと話し始めた。なんでも、あの霊感少女は表向き転校したということになっているけど、本当は自殺したらしいなんて噂が広まっているという。同じ部活に所属している自分たちが知らないのに、どこからそんな話がと思った時、演劇部の女の子のことが頭によぎった。いくらなんでもこんな噂をするのは不謹慎だろと思い、放送部みんなで演劇部の元へ向かうことにした。練習している彼女を呼び出して、噂の件を話し、君が広めたんじゃないかと問いただす。しかし、彼女は絶対に自分ではない、自分も他の子からこの噂を聞いてびっくりしたくらいだと話した。その後他の部員に聞いてみたものの、結局わからずじまい。先生に尋ねてみると、妙な顔を見せ、親御さんからは転校しますということしか聞いていないと告げられた。噂の出所がわからないまま、生徒たちの間では、噂が元で自殺した女生徒という感じでその新しい噂が定着してしまった。次の年の初め、放送部の部長が自殺した。突然のことで、悩んでいる素振りも困っている様子もなかった。俺の友達もあまりのことに驚いて、しばらく勉強も手につかなかったという。受験を控えていたこともあって、その後その自殺のことはできるだけ話題にしないようにしながら、俺の友達は無事志望校に合格して卒業していった。そして、次の年、新しい放送部の部長が事故で死んだ。学校に来る途中、車に轢かれて即死だった、俺の友達は後輩からそう告げられた。さすがに2年連続で不幸が続くと生徒たちも妙な噂をしだす。2年前の、あの文化祭の一件と、それが元で自殺したという女生徒の噂、その呪いが放送部にたたっているなんて噂をしだした。結構な騒ぎとなっていたせいか、先生たちはわざわざ朝それぞれの教室で生徒たちに向かって、バカな噂をしたり、それを本気にしたりしないようにと結構厳しい口調で話をした。そして次の年、こんな状況の中で放送部の次の部長となった男子生徒は、心身ともに健康で卒業まで無事学校生活を終えることができた。先生たちも安心して、よかったよかったと言って卒業式を済ませ、生徒たちを送り出した。それから何日も経たない後、高校入学を控えた春休み中、その男子生徒が心不全で死亡したという知らせが学校に届いた。次の年から放送部は廃部になり、その仕事は先生が受け継ぐことになった。
未だにその学校に放送部はなく、昼休みや放課後の放送などは先生が行っているらしい。この話、地元では結構有名らしく、ラジオでも紹介されたこともあると友達が言っていた。前半部分は省略されて、なぜか放送部が新聞部に変わって、ただ何の理由もなく新聞部の部長が毎年亡くなって、それが3年続いてから新聞部は廃部になった学校がある、という感じで話されていたらしい。ちなみに友達は関西出身で、そのラジオは2ちゃんでもそこそこ有名なラジオ番組で、ちゃんと番組すれもあるみたい。その友達とは東京で知り合ったんだけど、バイト先が変わってから疎遠になってます。では、皆様の米を見ていきましょう。いや、怖。かなりよく寝られた良いお話です。新聞部の怪談は、ラジオのサイキックですね。北野誠と竹内義和の番組で私はそちらを聞いていました。では次の話に移ります。第2話目は、黒い影、です。どっぞ。私はずっと母親と二人で暮らしてきた。父親は自分が生まれてすぐにいなくなった、と母親に聞いた。祖父や祖母、親戚などに会ったことはない。そんなものだと思っていた。それが異常な境遇だということに気づいたのは、ずっと後になってからのことだった。いつ頃のものかはわからないが、姉がいた記憶がある。夢のようにかすかな記憶なので、本当のものなのかはわからない。ただ、小さい頃、母親にそのことを話すと、なぜかひどく叱られた。その頃は引っ越しばかりしていた。同じ場所に一年いることはなかったと思う。母親に理由を聞くと、追いかけられているからだ。という答えが返ってきた。何に追いかけられているのか、と尋ねると、とても恐ろしいもの。だと、どれだけ逃げ回っても、必ず追いかけてくる。黒い奴が真っ先に見つける。とも言っていた。引っ越しの仕方も奇妙だった。朝起きると、いきなり母親は荷物をまとめて、家を出る準備をしている。家財道具などないに等しいので、準備などすぐに終わる。すると、近所への挨拶などもなしに、その足で家を出てしまうのだ。まるでその場の何かから逃れるような、慌ただしい引っ越しだった。母親は行く先々で、いわゆる霊能者に会っていた。霊能者たちは何か呪文のようなものを唱えたり、私たちに様々な指示を与え、それに従うように命じたりした。しかし、効果はなかったのか、私たちの引っ越しは延々と続いた。ある霊能者は最後にこんなことを言った。あなたについているものを払うのは、私には無理です。ひょっとすると、払えるものなどいないかもしれない。小学校4年生になった頃、私と母親はある寺に転がり込んだ。そこの住職が、悪霊払いで地元の評判を取っていたからだった。私たちはその寺の隅にある離れで生活を始めた。毎日早朝から座禅を組んだ。お経も覚えさせられた。時には水ごりやごまの煙を浴びたりもした。住職は私たちのために毎日のようにお経を唱え、お払いの儀式を繰り返していた。母親はそれに安心したのか、もう引っ越すこともなく、寺に留まり続けた。中学生になり、私はようやく一緒で生活するということに慣れ始めた。学校の友達もできて、人並みに勉強もした。部活も始めた。そうなると、寺の生活が疎ましくなってきた。そのことを母親にこぼすと、母親はものすごい剣幕で怒った。昔の自分なら、その剣幕に驚いて母親の言うことに従っただろうが、その頃の私はちょうど反抗期に当たっていたせいか、そんな母親の態度に反発した。母親は妄想に取り憑かれているだけだ。霊など存在しないし、だからここでしていることなんて何の意味もない。この寺の住職は、私たちを自分の霊能力を宣伝する出汁に使っているのだ。当時の私の考えは大体こんな感じだった。学校や世間でいることのできる様々な意見や知識は、私のそんな思いを裏付けるものが多かった。私の中に芽生えた、心霊的なものに対する反発心は、日々膨れ上がる一方だった。高校3年生の冬、夜中に母親の声で目が覚めた。廊下へ出ると、
母親の部屋の前に住職と住み込みの坊主がいて、中を覗き込んでいた。母親は反狂乱になって何かを訴えていた。黒い奴が来た。もうダメだ。大丈夫だと思っていたのに。また逃げなければ。そんなことを錯乱気味に口走っていた。私はまた始まったと思い、いい加減にしろ、と母親を罵倒した。住職はそんな私を怖い目で睨みつけたが、何も言わなかった。私はうんざりして部屋に戻り、眠ってしまった。次の日、学校から帰ってみると、離れの前の中庭にごま団がしつらえてあった。驚く私の目の前で、白装束に身を包んだ母親が、住職と一緒にごま団のすぐそばで、一心不乱にお経を唱え出した。時折水を浴び、またごま団に向かう。それを何度も何度も繰り返していた。私も最初はあっけに取られてその光景を見ていたが、すぐにバカバカしくなってしまい部屋に戻った。しかし、部屋にいても、外からはお経や掛け声が聞こえてくる。心底うんざりした私は、寺を出ると友達の家に泊まりに行った。次の日の朝、寺に戻ってみると、驚いたことに母親はまだ同じことを続けていた。私は母親を止めようとしたが、住職や他の坊主に阻まれ、天津さえ。昨日はどこへ行っていたのか。などと質問された。呆れ返った私は、なおも詰め寄る住職を無視して部屋に戻り、学校に行った。そんなことが3日ほど続き、疲れ切った母親はぶっ倒れて、自分の部屋で寝込んでしまった。次の日、母親は部屋で首をくくって死んだ。私は悲しみと同時に怒りを感じた。母親を自殺にまで追い込んだのは、この寺のせいだと思った。素人の母親が荒行を3日も続けたことにより、心身ともに疲労困憊して精神に異常をきたし、ついに自らの命を絶ってしまった。その時の私はそう確信した。葬儀が終わった後、私は住職を捕まえて、母親に対する仕打ちを非難し、寺での生活について口汚く罵った挙句、半ば飛び出すように寺を出た。高校を中退した私は、職を変えながら各地を転々として過ごした。大型免許を取ってからはトラックの運転手を始めたが、一緒に落ち着くことはなかった。幼い頃の引っ越し三昧が、尾を引いていたのかもしれない。そんな私にも転機は訪れた。勤務先の会社でバイトの女の子と馬が合い、付き合っているうちに子供ができた。すでに同棲はしていたし、その頃は好景気で私の稼ぎも安定していたため、いっそのこと結婚してしまおう、ということになった。私が天涯孤独の身であったことが、向こうの親には気がかりだったようだが、子供ができたという既成事実と、それまでの堅実な暮らしっぷりもあって、結婚はスムーズに決まった。やがて子供が生まれ、私もこの地で腰を落ち着けていることを実感するようになった。長距離のドライバーだったので、家を空けることが多かったものの、休日に妻や子供と戯れている時などに、かつて味わったことのない家族のぬくもりを感じた。その頃の私は、この幸せがいつまでも続いてほしいと切に願っていた。ある日、不意に夜中に目が覚め、なんだか嫌な感じがして眠れなくなった。隣では妻と2歳になる子供が眠っている。しばらくその姿を見ているうちに、何か視線のようなものを感じて天井の隅に目をやった。そこに濃い影ができていた。部屋は豆球の明かりでほんのり明るいのだが、その一角だけが光が届かないかのように真っ暗になっている。目を凝らしてみると、その奥で何かがうごめいているようにも見えた。不意に母親の言葉を思い出した。黒い奴が真っ先に見つける。黒い奴が来た。私は馬鹿げた考えを振り払おうとしたが、うまくいかなかった。眠れぬままに、そこを見つめながら朝を待った。影は外が明るくなると次第に薄れていった。私は寝不足のまま仕事に向かった。翌日の夜も影は現れた。相変わらず、そこからこっちをじっと見ているような視線を感じる。その夜も眠れなかった。次の日は仕事が休みだったため、私は病院へ行った。医者は、ストレスから来る幻覚だろう。と言い、しばらく仕事を休んではどうか?と提案した。私が、それはできない、と言うと、薬を出してくれた。薬を飲んだにもかかわらず、夜中にまた目が覚めた。部屋の隅を見ると、黒い影がまたこっちを見ている。気のせいか、前の日よりも大きくなっているように見えた。ふと、
背中に気配を感じて振り向くと、茶の間に鎧姿の武士が立っていた。面具で顔は見えないが、こっちを見ている気配は感じる。すんでのところで悲鳴をこらえた。幻覚だ、幻覚なんだ、と必死で自分に言い聞かせながら、妻と子供の方を見た。妻の布団の上に、白い着物を着た老婆が座ってこっちを睨んでいた。私は意識を失った。私の幻覚は日に日にひどくなっていった。鎧武者や老婆だけではなく、小さい子供や犬のような獣も見えるようになった。医者に相談しても、幻覚だ。とにかく仕事を休め。と言われるばかりだった。あなたの母親や寺の古い記憶が、類型的な幽霊の姿を作り出している可能性もある。とも言われた。確かにそう言われればそんな気もする。私はまた薬をもらって病院を出た。仕事を休むことを考えながら自転車を漕いだ。家の近くの大通りにある横断歩道で信号待ちをしていると、正面から妻が子供を前に乗せて、こっちへ向かってくるのが見えた。買い物に行く途中のようだった。妻は私を見つけると、笑って手を振った。それを見た子供も、こっちに向かって手を振っている。二人を乗せた自転車は、そのままのスピードで交差点を横切った。信号はまだ赤だった。私の目の前で、妻と子供は直進してきたトラックに轢かれた。そこから先の記憶はひどく曖昧だ。病院や警察関係者、妻の両親、いろんな人が目の前に現れたけれど、何を話しかけられ、何を話したのか、全くと言っていいほど覚えていない。気がつくと夜で、私は自宅の寝室で3人分の布団を敷き、自分の場所に横たわって、妻と子供のいない布団をぼんやりと眺めていた。不思議に涙は出なかったと思う。天井を見ると影があった。だが、そんなことはどうでもよかった。振り向けば鎧武者や老婆もいるのだろう。それがどうした、というような気持ちだった。恐怖など感じなかった。また、空の布団の方を見た。妻の布団にあの老婆が座っていた。その時、初めて感情がこみ上げてきた。ものすごい怒りと悲しみだった。なんでお前がそこにいるんだ、と。そこにいていいのは妻と子供だけだ、と。ここにいてほしいのは家族だけなんだ、と。妻や子供、母親と父親、いたかどうかもわからない姉。私は叫んだのかもしれないし、暴れたのかもしれないけれど、朝が来ると部屋はそのままで、足元には3組の布団が整然と並んでいた。あれから10年以上の時が過ぎた。私は相変わらず長距離ドライバーをしながら、全国を転々としている。今年で36になるが、未だに独身だし、結婚するつもりもない。死ぬまでこの暮らしを続けようと思う。相変わらず心霊現象には否定的だ。あの時のことも偶然と幻覚の所産だと、そう思い込んでいる。死後の世界や怨念なんか信じていない、信じたくもない。死にさえすれば、意識や感情、思い出も何もかもがなくなるのなら、こんな楽なことはない。けれど、もし、本当に死後の世界があって、私が幽霊になったなら、あの世で私の家族を奪った霊を見つけ出し、ぶん殴るつもりだ。リスナーの皆様の反応を見ていきましょう。先祖が恨み買ったパターンなんだろうけど、現世を生きる主人公にとっては 99.9% 関係のない話だから、迷惑以外の何物でもないよな。引っ越し続けられる資金力すごいな。霊現象あったやつほど認めないっていうあるあるなんなのかね。視野が狭いしヤンキー的見えっぱりね。ゴルゴ13ですか。黒い影は、一応黒スーツ着用黒髪黒いグラさん。そういや最近黒い影を見た。リアルで黒い影というか黒い人は見るわ。コメントにたまに枠同じ経験してるやつめちゃ怖い。では次に参りましょう。第3話目は、ちょうだい、です。どうぞ。私の小学校からの友達に、何でも私のものを欲しがる女の子がいました。私の持っている消しゴム、可愛くもない、事務用品の代表的な消しゴムでも。いいね、それ。ちょっと貸して。赤鉛筆も。ねえ、ちょっと貸して。新しい服を着ていくと。同じの買ってもらおう。
サンダルも。どこで買ったの？私もそれ欲しい。髪の毛を切ると。私もその髪型しよう。何かにつけ、彼女は私のものを欲しがり、真似をしたがりました。私も最初は少し嫌な気がしていたのですが、私と趣味が似てるのかなとも思い、さほど気にしなくなっていました。中学3年になった春、彼女は私に。高校、どこに行くの？どこ選んだの？と聞いてきました。私は、遠くの学校に狙いを定めていることを彼女に伝えました。私もそこにしよう。彼女はまた、そこでも私と同じものを選びました。受験が終わり、高校生になった私。私の通学路は、彼女の通学路でもありました。かといって、私と彼女が一緒に通学路を歩くことはなく、私は別の友達と毎日登校、彼女も違う友達と登校しており。ああ、やっぱり、たまたま、あの子と似たようなことをしてただけだったんだな、と思っていました。ある日、私は3年生の先輩とお付き合いをすることとなり、下校時には先輩の自転車のステップに乗って、駅まで送ってもらうようになりました。サッカー部の先輩で、私はマネージャーだったので、次の試合のことを話したり、授業でわからなかったところを教えてもらったり、休みの日に映画に行く約束をしたり、お付き合い、というものを初めてした私には、とても新鮮なものでした。同じくして、彼女もまた、サッカー部の同級の男の子と付き合いだし、そして、部活帰りに自転車で送ってもらうようになったようでした。1ヶ月した頃には、彼女もサッカー部のマネージャーになっていました。その頃からまた、なんとなく嫌な感じがあり、私は彼女と距離を空けるようになりました。わざと部活を早抜けし、彼女より早い電車で帰ったり、駅までの道を変えてみたり、使う電車を変えたりもしました。私が早く帰った日、彼女は先輩マネージャーに。なんで先に帰ったんですか？もうすぐ、終わるのに。と毎回、しつこく聞いていたようで、見かねた先輩マネージャーが。あんたがしつこいからじゃないの？と言うと、彼女は突然怒り出し。あの子が私を好きなんですよ。と言い、私が、あの子に構ってほしいがために、いろんな目新しいものを身につけ、見せびらかしてきたと、今までもずっとそうなんだと、大きな、グランドに響き渡る声で叫び出したと言います。先輩マネージャーは次の日の朝、登校してきた私を捕まえるや否や。あの子はダメだよ。早くうまいこと縁切りな。と昨日の話とどれほど彼女が異様だったかを話してくれました。その日の帰り道、なんとなく昨日の出来事から、付き合っている先輩も気を使ってくれたのか。もうすぐテストだから、わからないとこない？俺ん家で勉強して、帰りは親父に送ってもらいな。と、テスト勉強を口実に、彼女との距離を作ってくれました。次の日が休日だったこともあり、母に電話を入れると。あまり遅くならないように、そちらさんに迷惑はおかけしないように。と言われただけで、私は先輩の家に寄せていただくことになりました。お父様は、うちは男ばかりだから、女の子が来てくれるのは嬉しいよ。ゆっくりしていきなよ。と、お母様は、本当、女の子はいいわ。一緒にお夕飯作りましょうよ。と言ってくれて、私は、お台所でお夕飯のお手伝いをしていました。しばらくすると、先輩の弟が二人、帰ってきました。次男くんは私の同級生で同じクラスでしたが、彼女が私ということは知らなかったらしく、あまり話したことはなかったのですが、話してみるととてもいい子で、学校の話や趣味の話、また、私がど田舎から登校してる話には、手を打ってご両親も笑っていました。話も一段落し、お夕飯にしようかという頃、ふと、次男くんが、そういやさ、あいつ、また大騒ぎしてたぞ。あの昨日の女。とぽつりと言いました。彼女とも同級生である次男くんは、私たち二人が幼馴染だということはなんとなく知っていたようです。先輩が頭をポカッとこづいて、ほっとけ、気にするな。とだけ言い、私には食卓の準備を手伝うように言いました。先輩は、次男くんの肩を抱き、2階に上がっていったようでした。翌日の日曜、テスト前で部活も休みになっていたので、私は家で勉強をしていました。すると、妹が、お姉ちゃん、手紙。
と言い、手紙を渡すと、私が返事する間もなく、すぐ部屋を出て行きました。何よ、あの子。わざわざ手紙って。てっきり妹からだと思い、封筒から手紙を取り出して、開いて読み始めました。読み始めてすぐに、ぐっと何か喉に詰まったような感覚になりました。妹からの手紙だと思って読んだ手紙の冒頭。ねえ、どこに行ってるの？間違いなく妹の字ではなく、他の友達の字でもなく、彼女の字でした。私、ずっと待ってたんだよ。話したいことがあって、ずっと待ってたのに、なんで電車に乗ってないの？なんで家にいないの？なんで自転車が駅に置きっぱなしなの？大事な話があるんだ。明日、4時に小学校の門のところに来てよ。絶対来て、絶対。来なかったら、本当に許さないから。このような内容だったと思います。手紙の終わりが近づくにつれ、字は乱れ、力任せに書き殴ったような状態で、最後の文章の許さないからの部分に至っては、ところどころ、便箋が破れているありさまでした。なんなのこれは。私はほとほと呆れ返り、こんなことに力を注ぐ彼女のことが、心底嫌になりました。よくわからない怒りも湧いてきて、何とも言えない気持ちです。手紙も、二度と、目に映したくもないし、触りたくもない。ビニール袋に包んで口を縛り、生ゴミに捨てました。そうしてやっと、私は少し落ち着くことができ、妹の部屋に行って、あの手紙、どうしたの？と聞きました。妹は、私宛ての手紙が来る予定だったからポスト覗いたら入ってたよ。あの手紙、何？気持ち悪いね、あれ。と言いました。中身を読んだの？と聞く私に妹は、封筒の字、すごい書き殴ってあったじゃない。一瞬、小さい子が書いたのかと思ったけど、違うよね。あれ、字を書ける人が力任せに書き殴ってるよね。と言います。私は、封筒まで見てはいなかったので、気持ち悪い思いさせてごめんね。とだけ言い、部屋を後にしました。夕方近くになるまで、私は行こうか行かないでおこうか、かなり迷いました。でも、なぜあんな手紙をもらわなければいけないのかと思うと、無性に腹が立ってきて、私は夕方4時前に小学校の門の前に行きました。ところが彼女は、待てど暮らせど現れることはなく、夜の7時前に、母が校門の前を通って帰ってくるのですが、母に、何やってんの、こんなところで。と言われ、諦めた私は、別に、お母さん待ってたの、買い物行くんでしょ？その場も自分のイライラもごまかし、母と買い物をして、帰宅しました。お夕飯を作っていた時、家の電話が鳴り、妹が私を呼びました。電話の相手は誰かと聞いたら、知らない。名前、言わないんだもん。と言って、受話器をポンと私に投げてきました。とっさに私は、彼女だと思い、少し低いトーンで、はい。とだけ言って電話に出ました。私だけど、今から校門に来てよ。手紙には4時ってなってたよね。私、待ってたけど来なかったじゃない。少し間が空き。だから今、出てきてよ。と言われ。だからの意味がわからない。と答える。今から出てきなさいよ。行かない。そう言って私はガチャリと電話を切りました。母が電話を聞いていたようで。こんな時間に出てこいなんて、一体誰よ？と眉間にシワを寄せています。彼女の名前を伝えると。何、あの子。どこから出てこいって電話してんの？あの辺、公衆とかもないでしょうに。とさらにシワを寄せました。本当だ。どこからかけてきたのよ。当時、携帯電話なんてとても高価で高校生が持てるものではなかったし、母が言うように、公衆電話も近くには設置されていませんでした。家からかけてるでしょう。だって、同じテレビの音、向こうから聞こえてたもん。妹がそう言いました。私は、夕方校門の前になぜ立っていたのか母に話しました。私の話を先ほどと同じ、眉間にきつくシワを寄せ聞いていた母は、何よ、それ、って、この時間にまた出てこいって電話があったの？と聞くので、そうだよと答えたとき、また電話が鳴りました。私は、絶対彼女だと思い、ため息をついて電話に向かったのですが、母がさっと電話を取り、もしもし？
と私の声を真似て電話に出ました。何やら受話器の向こうで声がし、母が。あんた、こんな時間に、そんなとこで何をするの？といつもの声で話し出した瞬間、ガッチャンと音を立て、電話が切られました。母は礼儀にうるさい人なので、とても怒り。名前も言えない大バカ野郎に付き合う必要はないよ。と私に言い、構うな。と私に念を押しました。わかった、ありがとうねとだけ言い、食欲なくなったわと私は自分の部屋に戻りました。夕方、出かける前までしていたテスト勉強の課題が広げられたままでしたが、机に向かう気にもなれず、しばらくしてお風呂に入って、そのまますぐに寝てしまいました。翌日、私は朝から憂鬱な気持ちで駅に向かっていました。当然、この駅を彼女も使うのですから、朝から顔を合わせなければならない。昨日までの出来事を思い出し、収まってた怒りがまたふつふつ湧き出していました。しかし、駅に彼女の姿はなく、私は少し、ほっとしました。朝からイライラするのは正直疲れるし、通学時間が長い上でずっと駅も行った先も、彼女がいることに本当に嫌気がさしていたのです。もうすぐ4時間目が終わり、昼休みという頃、何気なしに窓から外を見ると、彼女が歩いてる姿が見えました。どうやら、帰国してきたようです。今日はおとなしくしててよ。そう心でつぶやきながら、彼女から目を離そうとした時、私は目の端で、彼女がこちらを見ていることに気づきました。窓際に席のあった私を、彼女は立ち止まって、じーっと、見ています。体ごとこちらを向き、私から目を離すことなく、ずっと、ずっと見ています。私はいよいよ腹が立ち、ゆっくり、目の端にいる彼女の方に顔を向けました。彼女としっかり目が合った時、ゆっくりと彼女は歩き出しました。ただ、顔だけは、しっかりこちらを見ています。私も、彼女が見えなくなるまで、ずっと彼女を見ていました。その後、昼休みになり廊下ですれ違うことがありましたが、私も彼女もそれぞれ違う友人と一緒に行動していて、休み時間に私の席に彼女が来ることもなく、放課後になり、私は着替えて、グランドに向かおうとしていました。練習メニューと部員の出席表を取りに部室に行くと、扉の前に、なんと、彼女が先輩の手を握って立っていました。私が来たのを見るなり、彼女は、ねえ、私も先輩好きになっちゃった。私に、譲ってよ、先輩。と、真顔で、言いました。先輩は、え？と驚いて。ちょっと、で、話して。彼女の手を振りほどこうとしましたが、彼女は、両手で先輩の手をきつく掴んで、ねえ、譲ってよ。と何度も何度も、私に向かって言ってきます。先輩は物じゃないよ。私がそう言うと、彼女はピタッと動くのをやめ、私に近づいてきました。ねえ、譲って。私、この人、好きなのよ。ちょうだいよ。この人。私は、ぐらぐらと腹綿が煮えくり返る思いがし。あんた、本当に大嫌い。もう二度と、私に関わらないで。人の気持ちを物のように扱うあんたなんて、この世で一番、最低の人間。悪いけど、けがわらしい。私は呆然とする先輩の手を引き、部室に入りました。心臓は、すごい音を立て、体がその振動で揺れているのがわかりました。体の中はとても熱いのに、冷や汗が出て、耳の中で、グラングランとドラをいくつも鳴らしているような音がします。すぐ横で手をつないでいる先輩が、大丈夫か？と声をかけてくれましたが、それもかろうじて聞こえるくらい、遠い声に感じました。何よりも驚いたのは、大嫌いという言葉を口にしたのにもかかわらず、私はとても気分が良かったことでした。私は彼女を痛めつける言葉に、最高に興奮していたのです。その後、部活が始まりましたが、彼女の姿はなく、帰り道で出くわすこともなく、次の日も、その次の日も、彼女と私が同じ時間の電車を使うこともなく、学校でも廊下ですれ違う程度で、話すことも、私の席に来ることもなくなり、彼女はマネージャーも辞めていました。私も彼女のことなど気にすることもなく、1年を終え、大学進学の先輩に別れを告げ、2年、3年と、やはり彼女と関わることはなく、卒業を迎えました。卒業式の日、仲良しグループで、馴染みのお店でパフェを食べていると、ひょっこり、
先輩の弟くんが現れました。グループの一人とお付き合いをしていたので、迎えに来たと言いました。座りなよと席を用意し、あれこれ話したりしていたら、次男くんがそういえばさと、私に小声で。こないだ、うちに電話があったんだよ。兄貴いますかって。と言いました。何の電話？サッカーチームからのお誘い？と聞き返すと、次男くんは首を振り。あいつだよ、あの女から。と嫌そうな顔をしていました。その言葉で、誰からの電話が察した私はびっくりして、なんで今さら、先輩の家に電話をしたのか、もしかしたら、彼女は本気だったのか、と思い、何も言えずにいました。次男くんは、兄貴に、あの女。私が勝つところ、見ましたよね。にゃにゃに、本気で怒ってましたよね。って言ってたって。なんだよ、あいつ。兄貴、マジで気持ち悪がってたけど、詳しく知らない俺でも怖いわ。お前、これで本当に、顔合わすのも最後にしろよ。幼馴染かもしんねえけど、今日で本当に他人になれよ。兄貴もそう言ってたよ。と、そう、言いました。私は、ありがとう、先輩にもよろしく伝えてね。とだけ言い、彼らと別れ、駅に向かいました。一人歩きながら、彼女が私にしたかったことを考えました。彼女は、私を、ただ怒らせたかった。そのためだけに、私のそばにいて、私の持ち物を取り、私の服装や髪型を真似、ひとすら物のように扱おうとした。ただ、怒らせたいためだけに、ただ、その姿を見て笑いたいためだけに、嘘でしょ。そう思う私に、あの日の記憶が蘇ります。あの日、彼女が、私の好きな先輩を物扱いした言い方をして私が怒ったあの日、彼女は一瞬驚いた顔をして、そして満面の笑みで笑ってた。私が、やってやったと興奮したあの日、彼女もまた、同じく思い、興奮していた？彼女がどうして私をそんなに怒らせたかったのか、果たして本当にそれだけのことだったのか、確かめたりはしていませんが、あの日以降、全く私に関心がなくなったような彼女の変わりっぷりと、あの時のあの笑顔を思い出すと、絶対、そうなんだとはっきり言い切れます。彼女は正直、いつまで私を友人だと思っていたのでしょう。いつから、私は彼女の興奮の種だったのでしょう。私自身も、いつまで彼女を友人だと思っていたのか、いつから嫌いだったのか、思い出すと、頭がこんがらがって、気持ちが悪くなる、そんなお話でございます。では、早速マイブローたちの感想を聞いていきましょう。先輩がコロッとその女のとこ行くような男じゃなくてよかった。母ちゃんも娘のためにしっかり怒ってて、この子の周りはいい人だらけで本当によかった。ホラーすぎた。ここまでひどくないけど、何でも真似してくる子いたなぁ。リアル系は違う意味でゾッとする。まあ正直、デートかより父がいの方が怖いのはガチだよな。怒らせたいんじゃないでしょ。成り代わりたいんだよ。関わらなくなったのは別のターゲットを見つけたから。お疲れ様でございますポイズン。では次のお話です。第4話目は、蜘蛛を嫌いになった理由、です。どうぞ。私は蜘蛛が大嫌いです。それこそ、シャレにならないほどの恐怖を感じます。なぜでしょうか。これは小学校に上がる前の話です。兵庫県の S というところにあるマンションに住んでいました。マンションは敷地内に3棟あったと思います。私の家は、そのうちの1棟の、8階の一番奥にある部屋です。8階には、私と同い年の男の子が私を含め3人いて、みんな仲が良く、いつもマンション内の公園や、敷地内の色々な場所で遊んでいました。場所によってはガガンボやクモがたくさんいて、気味が悪い。マンションの背後には大きな山がそびえているせいか、虫がやたらと多いマンションでした。さて、仲良し3人組とは別に、たまに一緒に遊ぶ T 君という男の子がいました。T 君はマンションの1階に住んでいて、少し内気な感じの子です。外に出て遊び回るより、家の中でおもちゃで遊ぶのが好きだったようで、
外遊びが好きな私たちとは、1ヶ月に数度遊ぶ程度の仲だったと思います。ある時、私一人で T 君の家に遊びに行きました。マンションの1階は少し薄暗いのです。さらにその日は曇りだったので、廊下が夜のように暗く、T 君の家に入るまで、かなり心細かったのを覚えています。T 君の家に着くと、T 君と T 君のお母さんが出迎えてくれ、ほっとしました。T 君は救急車やパトカーのミニカーを取り出してきたので、子供なりにストーリーを仕立てて、二人で遊んでいました。しばらく遊んでいて、ふと視線を上げると、T 君の部屋のタンスの上に、見慣れないおもちゃが置いてあることに気がつきました。下から見上げる限りでは、レールが立体的に交差した造形しか判別できませんが、いかにも面白そうなおもちゃです。あのおもちゃで遊ぼうよ、と、T 君に頼みました。すると T 君はそっけなく、壊れてるから遊べないよ、〇〇くんが壊したんじゃないか。と言います。〇〇くんとは私のこと。びっくりして、嘘だー。あんなおもちゃ見たことないよ、と言い返すと、この前遊びに来た時壊したじゃないか。と言い張るのです。全く記憶にないことです。ちょうどその時、T 君のお母さんが部屋に入ってきて、タンスに洗濯した服をしまい始めました。T 君が、僕があのおもちゃを壊したって言うんだよ、と、T 君のお母さんに訴えました。だって〇〇くん、この前遊びに来た時壊したでしょう。と、T 君のお母さん。当時4歳か5歳だったと思いますが、私は3歳ぐらいからの記憶が割とはっきりと残っています。すでに物心ついていましたので、友達のおもちゃを壊したかどうかくらいは判断できます。断じてそんな記憶はありませんし、そもそも、そのおもちゃを見るのは初めてなわけです。どうしてそんなこと言うの？僕は壊してないよ。この前遊んでて壊したじゃないか。そうよねー。〇〇くんが壊したから遊べなくなったのよね。その時はもちろんこの言葉を知りませんでしたが、生まれて初めて不条理を感じた瞬間だったと思います。しばらく必死に記憶をたどって、以前に T 君の家に遊びに来た時のことを思い出そうとしてみましたが、やはり何も覚えていませんでした。その場にいたたまれなくなり、自分の家に帰りました。私にとってはかなりショックな出来事で、帰宅しても親に話せません。その後間もなく、私たち一家は東京へと引っ越ししてしまったので、T 君のおもちゃのことは、不可解なままになってしまいました。その後、私はおばから誕生日の贈り物に、幼年向けのファーブル昆虫記をもらい、大変に気に入って何度も何度も読み返していたので、虫がとても好きになりました。引っ越した先は東京にしては自然が多い地区でしたので、外に出てはいろんな虫を捕まえて遊んでいました。ただ、どうしても雲だけは好きになれません。好きになれないどころではない、雲のことを考えるだけで身の毛がよだつ思いがします。ファーブル昆虫記にも雲の話は載っていて、お話としては非常に面白いのですが、小学校、中学校、高校と、いつまで経っても私の雲嫌いは治りませんでした。ある日、幼い頃育ったマンションでの日々について、母親と思い出話を語ることがありました。いろいろ懐かしく思い出しながら話しているうちに、お前は今でも雲が大嫌いだけど、子供の頃は本当にひどかった。夜中にいきなり、雲は嫌だーって叫び始めるんだよ。先に書いた通り、私は自分では割と小さい頃の記憶がある方だと思っている。でも、夜中に泣き出したという記憶は全然ないわけです。母親が語るには、私の泣き叫ぶ様があまりにも真に迫っていて、まるでそこに本当に雲がいるかのように怯えていたそうです。寝ぼけたというような生優しいものではなく、錯乱状態と言っても良いぐらいで、気でも違ったように見えた。そんなことが何度も続くので、病院に連れて行った方がいいのではと、悩んだほどだそうなのです。そこで少し、自分の記憶があやふやになってきました。いくらなんでも、そんなことがあったら覚えているんじゃないか？でも全く覚えていない。はっとしました。こういうことは前にもあったなぁ。そうだ、T 君のおもちゃのことだ。そこで何か思い出しそうになり、T 君の薄暗い部屋のイメージが、頭の中にフラッシュバックしてきました。でも、はっきりと思い出す前に、記憶の糸がふっと途切れてしまい、それ以上は思い出せません。その時母親が、あのマンションは裏手が山だったから、大きな雲がたまに出たんだよねー。
大人の手くらいあるやつ。あんな大きな雲、子供が見たら、すごい大きさに見えるだろうね。と言いました。その瞬間、私の頭の中にいくつかのイメージが同時に駆け巡り、気がつくと私は頭を抱えてうー、と唸っていました。すんでのところで叫び声を抑えていました。D 君の部屋で走り回っている時に転んで、あのレールのおもちゃの上に倒れ込む瞬間、床を叩きながら泣いて私を非難する D 君。D 君に、どうすれば〇〇君を許す？と聞く T 君のお母さん。T 君のお母さんが、彼女の手より大きな雲を掴んで、僕の口に、感触が、私の母親は驚いたことでしょう。私は逃げるように自分の部屋まで走り、そのまま布団をかぶって、頭の中に蘇ってくるイメージを消そうともがきました。その日は朝まで眠れずに記憶と葛藤し、その後数週間は、日常生活の合間に蘇ってくる記憶に苛まれ続けました。何しろ人と会っていても、いきなり頭を抱えてうめき始めるわけです。頭がおかしくなったと思った人もいたでしょう。雲を食べれば、許す。じゃあ、雲取ってくるね。冗談かと思いきや、数分も経たぬうち戻ってくる D 君のお母さん。廊下に巣を張ってる雲を取ろうと思ってたんだけど、すごい大きな雲がいたからそっちの方を取ってきた。うわ、でっか。ほうらまるまるくん、食べなさい。今ではわかる。D 君の母親は、本気で雲を食べさせようとしたわけじゃない。でも、彼女の目は、火薬の喜びに満ちていた。彼女はひとしきり大きな雲を私の口の周りになすりつけると、ひょいと窓から雲を捨て。お母さんに言っちゃダメよ。と、恐ろしい顔をして言った。そして T 君にも、これで〇〇君を許してあげなさい。と叱りつけた。これが私の、雲を嫌いになった理由です。では早速、みんなのコメントを見ていきましょう。そりゃ嫌いになるわな。あまりの恐怖に脳が自己防衛でその記憶をスパッと消すくらいに。これはトラウマ確定。虫嫌いは堂々のランク S。うわぁ。クルタ族だからかと思ったら違ったか。クモも貴重なタンパク源です。クモはチョコレートの味とか言うけど本当なのかな？揚げたクモは確かにビターな感じの味した。自販機の蒸し缶詰で食べたけど。では、次でラストです。最後のお話は、恐怖のヒッチハイク、です。今回は米なしでそのまま終えたいと思います。では、ゆっくりしていってね。今から7年ほど前の話になる。俺は大学を卒業したが、就職も決まっていないありさまだった。生来、追い詰められないと動かないタイプで、まあなんとかなるだろうとお気楽に自分に言い聞かせ、バイトを続けていた。そんなその年の真夏、悪友の和也と家でダラダラ話していると、なぜかヒッチハイクで日本を横断しようという話に飛び、その計画に熱中することになった。その前に、この悪友の紹介を簡単に済ませたいと思う。この和也も俺と同じ大学で、入学の時期に知り合った。こいつはとんでもない女好きで、頭と下半身は別という典型的なやつだ。だが、根は底抜けに明るく裏表もない男なので、女関係でトラブルは抱えても、男友達は多かった。そんな中でも、和也は俺と一番馬があった。そこまで明朗快活ではない俺とは、ほぼ正反対の性格なのだが。ヒッチハイクの計画の話に戻そう。計画といってもずさんなものであり、まず北海道まで空路で行き、そこからヒッチハイクで地元の九州に戻ってくる、という計画だった。和也は、通った地方の、最低でも一人の女と合体する。と、女好きならではの下世話な目的もあったようだ。まあ、俺も旅の楽しみだけではなく、そういう期待もしていたのだが、和也は長髪を後ろで束ね、一見バーテン風のヤサ男なのでこいつとナンパに行って、良い思いは確かにしたことがあった。そんなこんなで、バイトの長期休暇申請や、俺はちょうど別のバイトを探す意思があったので辞め、和也は休暇をもらった、北海道までの航空券、巨大なリュックに詰めた着替え、現金などを用意し、計画から3週間後には、俺たちは機場にいた。
札幌に到着し、昼食を済ませて市内を散策した。慣れない飛行機に乗ったせいか、俺は疲れのせいで夕方にはホテルに戻り、和也は夜の街に消えていった。その日は和也は帰ってこず、翌朝ホテルのロビーで再会した。にやついて指で輪っかを作り、OK マークをしている。昨夜はどうやら、ナンパした女とうまくいったようだ。さあ、いよいよヒッチハイクの始まりだ。ヒッチハイクなど二人とも人生で初めての体験で、さすがにウキウキしていた。何日までにこの距離まで行くなど綿密な計画はなく、ただ行ってくれるとこまでという大雑把な計画だ。まあしかし、そうそう止まってくれるものではなかった。一時間ほど粘ったが、一向に止まってくれない。昼より夜の方が止まってくれやすいんだろうなどと話していると、ようやく開始から一時間半後に、最初の車が止まってくれた。同じ市内までだったが、南下するので距離を稼いだのは稼いだ。距離が短くても嬉しいものだ。夜の方が止まってくれやすいのではという想像は、意外に当たりだった。一番多かったのが、長距離トラックだ。距離も稼げるし、まず悪い人はいないし、かなり効率が良かった。三日目にもなると、俺たちは慣れたもので、長距離トラックのお兄さん用にはタバコ等のお土産、普通車の一般人には飴玉等のお土産、と勝手に決め、コンビニで事前に買っていた。特にタバコは喜ばれた。普通車に乗った時も、喋り好きな和也のおかげで、常に車内は笑いに満ちていた。女の子二三人組の車もあったが、正直、良い思いは何度かしたものだった。四日目には本州に到達していた。コツがつかめてきた俺たちは、その土地の名物にした鼓を打ったり、一期一会の出会いを楽しんだりと、余裕も出てきていた。銭湯を見つけなるべく毎日風呂には入り、宿泊も二日に一度寝カフェに泊まると決め、経費を節約していた。ご厚意でドライバーの家に泊めてもらうこともあり、その時は本当にありがたかった。しかし、二人ともどもに、障害トラウマになるであろう恐怖の体験が、出発から約二週間後、甲信地方の山深い田舎で起こったのだった。その日の夜は、2時間前に錆びれた国道沿いのコンビニで降ろしてもらって以来、なかなか車が止まらず、それに加えてあまりの蒸し暑さに、俺たちはグロッキー状態だった。暑さと疲労のためか、俺たちは変なテンションになっていた。こんな田舎のコンビニに降ろされたんじゃ、たまったもんじゃないよな。これならさっきの人の家に、無理言って止めてもらえばよかったかな？と和也。確かに先ほどのドライバーは、このコンビニから車で10分ほど行ったところに家があるらしい。しかし、どこの家かもわかるはずもなく、行っても仕方がないことだった。時刻は深夜12時を少し過ぎたところだった。俺たちは30分交代で、車に手を挙げるやつ、コンビニで涼むやつ、に分かれることにした。コンビニの店長にも事情を説明したら。頑張ってね。最悪。どうしても立ち往生したら、俺が市内まで送ってやるよ。と言ってくれた。こういう、田舎の温かい人の心は実に嬉しい。それからいよいよ1時間半も過ぎたが、一向に車が捕まらない。というか、ほとんど通らない。和也も店長とかなり意気投合し、いよいよ店長の行為に甘えるか、と思っていたその時、1台のキャンピングカーが、コンビニの駐車場に停車した。これが、あの忘れ犬悪夢の始まりだった。運転席のドアが開き、コンビニに、年齢はおよそ60代くらいかと思われる男性が入ってきた。男の服装は、カウボーイが被るようなつば広の帽子にスーツ姿という、奇妙なものだった。俺はその時ちょうどコンビニの中におり、なんともなくその男性の様子を見ていた。買い物カゴにやたらと大量の絆創膏などを放り込んでいる。コーラの 1.5 リットルのペットボトルを2本も投げ入れていた。その男は会計をしている最中、立ち読みをしている俺の方をじっと凝視していた。なんとなく気持ちが悪かったので、視線を感じながらも俺は無視して本を読んでいた。やがて男は店を出た。そろそろ交代の時間なので、和也のところに行こうとすると、駐車場で和也が男と話をしていた。おい、乗せてくれるってよ。どうやらそういうことらしい。俺は当初、男に何か気持ち悪さは感じていたのだが、間近で見ると人の良さそうな普通のおじさんに見えた。俺は疲労や眠気のためにほとんど思考ができず、ははーん、アウトドア派だから、ああいう帽子か、などというよくわからない納得を自分にさせた。キャンピングカーに乗り込んだ時、しまったと思った。
おかしいのだ。何がと言われても、おかしいからおかしい、としか書きようがないかもしれない。これは感覚の問題なのだから。ドライバーには家族がいた。もちろん、キャンピングカーということで、中に同乗者がいることは予想はしていたのだが。父、ドライバー、およそ60代。母、助手席に座る。見た目70代。双子の息子、どう見ても40過ぎ。人間は予想していなかったものを見ると、一瞬思考が止まる。まず車内に入って目に飛び込んできたのは、全く同じギンガムチェックのシャツ、同じスラックス、同じ靴、同じ髪型、頭頭頂ハゲ、同じ姿勢で座る、同じ顔の双子の中年のおっさんだった。カズヤも絶句していた様子だった。いや、別にこういう双子がいてもおかしくはない。おかしくもないし悪くもないのだが、あの異様な雰囲気は、実際その場で目にしてみないと伝えられない。早く座って。と父に言われるがまま、俺たちはその家族の雰囲気に飲まれるかのように、車内に腰を下ろした。まず俺たちは家族に挨拶をし、父が運転をしながら、自分の家族の簡単な説明を始めた。母が助手席で前を見て座っている時はよくわからなかったが、母も異様だった。ウェディングドレスのような真っ白なサマーワンピース。顔のメイクは、バカ殿かと見まがうほどの後ろいベタ塗り。極めつけは母の名前で、セントジョセフィーヌ。ちなみに父は、セントジョージというらしい。双子にも言葉を失った。名前が赤と青というらしいのだ。赤ら顔のおっさんは赤で、ほっぺたに青あざがあるおっさんは青。普通、自分の子供にこんな名前をつけるだろうか？俺たちはこの時点で目配せをし、適当なところで早く降ろしてもらう決意をしていた。狂っている。俺たちには主に父と母が話しかけてきて、俺たちも気もそぞれで適当な答えをしていた。双子は全く喋らず、全く同じ姿勢、同じペースでコーラのペットボトルをラッパ飲みしていた。ゲップまで同じタイミングで出された時は筋が凍り、もう限界だと思った。ありがとうございます。もうここらで結構ですので。キャンピングカーが発車して15分も経たないうちに、カズヤが口を開いた。しかし、父はしきりに俺たちを引き止め、母は、熊が出るから、今日と明日は、と、意味不明なことを言っていた。俺たちは腰を浮かせ、本当にもう結構ですとしきりに訴えかけたが、父は、せめて晩餐を食べていけ。と言って、降ろしてくれる気配はない。夜中の2時にもなろうかという時に、晩餐も晩飯もないだろうと思うのだが、双子のおっさんたちは、相変わらず無口で、今度は棒付きのペロペロキャンディを舐めている。これ、マジでヤバいだろ。と、カズヤが小声で囁いてきた。俺は相槌を打った。しきりに父と母が話しかけてくるので、なかなか話せないのだ。一度父の言葉が聞こえなかった時など、聞こえたか。と偉い剣幕で怒鳴られた。その時、双子のおっさんが同時にケタケタ笑い出し、俺たちはいよいよヤバいと確信した。キャンピングカーが国道をそれて山道に入ろうとしたので、さすがに俺たちは立ち上がった。すみません、本当にここで。ありがとうございました。と運転席に駆け寄った。父は延々と、晩餐の用意ができているから。と言って聞こうとしない。母も、素晴らしく美味しい晩餐だから、ぜひに。と引き止める。俺らは小声で話し合った。いざとなったら逃げるぞ、と。さすがに走行中は危ないので、車が止まったら逃げよう、と。やがてキャンピングカーは山道を30分ほど走り、小川がある開けた場所に停車した。着いたぞ。と父？その時、キャンピングカーの一番後部のドア、俺たちはトイレと思っていた、から。キョッキョッ。と、子供のような笑い声が聞こえた。まだ誰かが乗っていたか、そのことに心底ゾッとした。守るもお腹空いたよねー。と母、守る。家族の中では、唯一マシな名前だ。幼い子供なのだろうか。すると、今まで無口だった双子のおっさんたちが口を揃えて、守るは出したが、だーねー。と、ハモりながら叫んだ。そうね、守るはお体が弱いからねー。と母、あっはっはっは。といきなり爆笑する父。やばい、こいつらやばい。フルスロットル。俺たちは車の外に降りた。よく見ると、男が川のそばで焚き火をしていた。まだ仲間がいたのか、
と、絶望的な気持ちになった。異様に背が高くごつい。2メートル近くはあるだろうか。父と同じテンガロンハットのような帽子をかぶり、スーツという異様ないでたちだ。帽子を目深にかぶっており、表情が一切見えない。焚き火に浮かび上がった、キャンピングカーのフロントに書かれた十字架も、何か不気味だった。ミッキーマウスのマーチの口笛を吹きながら、男は大型のナイフで何かを解体していた。毛に覆われた足から見ると、どうやら動物のようだった。イノシシか野犬か。どっちにしろ、そんなものを食わさせるのはごめんだった。俺たちは逃げ出す算段をしていたが、予想外の大男の出現、大型のナイフを見て、萎縮してしまった。さあさ、席に着こうか。と父、大男がナイフを置き、そばでぐつぐつ煮えている鍋に味付けをしている様子だった。しょんべんしてきます。とカズヤ、逃げようということだろう。俺も行くことにした。早くねえ。と母。俺たちはキャンピングカーの横を通り、森に入って逃げようとしたその時、キャンピングカーの後部の窓に、異様におでこが突出し、両目の位置が異様に低く、両手もパンパンに膨れ上がった容姿をした者が、バンと顔と両手を貼り付けて叫んだ。ママ。もはや限界だった。俺たちはダットのごとく森へと逃げ込んだ。後方で父と母が何か叫んでいたが、気にする余裕などなかった。やばいやばいやばい。とカズヤはつぶやきながら、森の中を走っている。お互い何度も転んだ。とにかく下って剣道に出ようと、小さなペンライト片手にがむしゃらに森を下へ下へと走っていった。考えが甘かった。小川のあった広場からも、町の明かりは近くに見えた気がしたのだが、1時間ほど激走しても、一向に明かりが見えてこない。完全に道に迷ったのだ。心臓と手足が根を上げ、俺たちはその場にへたり込んだ。あのホラー一家、追ってくると思うか？とカズヤ。俺たちを食うわけでもなしに、そこは追ってこないだろ。映画じゃあるまいし、ただの少しおかしい変人一家だろう。最後に見たやつは、ちょっとちびりそうになったけど。荷物、どうするか。幸い、金と携帯は身につけてたしな。服は、残念だけど諦めるか。マジ半端ねえ。ははは。俺たちは精神も極限状態にあったのか、なぜかおかしさがこみ上げてきた。ひとしきり爆笑した後、森独特のむせ返るような声においと、周囲が一切見えない暗闇に、現実に戻された。変態一家から逃げたのは良いが、ここで遭難しては話にならない。樹海じゃあるまいし、まず遭難はしないだろうが、万が一のことも頭に思い浮かんだ。朝まで待った方が良くないか？さっきのババアじゃないけど、熊までは行かなくとも、野犬とかいたらな。俺は一刻も早く下りたかったが、真っ暗闇の中をがむしゃらに進んで、さっきの河原に戻っても恐ろしいので、腰を下ろせそうな倒れた古木に座り、休憩することにした。一時は、お互いあーだこーだと喋っていたが、極端なストレスと疲労のためか、お互いにうつらうつらと意識が飛ぶようになってきた。はっと目が覚めた。反射的に携帯を見る。午前4時。あたりはうっすらと明るくなってきている。横を見ると、カズヤがいない。一瞬パニックになったら、俺の真後ろにカズヤは立っていた。何やってるんだ？と聞く。起きたか？聞こえないか？と、木の棒を持って何かを警戒している様子だった。何が？かすかに遠くの方で音が聞こえた。口笛だった。ミッキーマウスのマーチの、CD にも吹き込んでもいいくらいの、よく通る鼻音だ。しかし、俺たちにとっては、恐怖の音以外の何物でもなかった。あの大男の。だよな。探してるんだよ、俺らを。再び俺たちは、猛ダッシュで森の中へと駆け始めた。辺りがやや明るくなったせいか、以前よりは周囲がよく見える。つまずいて転ぶ心配が減ったせいか、かなりの猛スピードで走った。20分くらい走っただろうか。少し開けた場所に出た。今は使われていない駐車場のようだった。街の景色が、木々越しにうっすらと見える。だいぶ下ってこれたのだろうか。腹が痛いとカズヤが言い出した。我慢ができないらしい。古びた駐車場の隅に、古びたトイレがあった。俺も多少催してはいたのだが、大男がいつ追いついてくるかもしれないのに、個室に入る気にはなれなかった。俺がトイレの外で目を光らせている隙に、カズヤが個室で用を足し始めた。
髪はあるけどよガピガピで、蚊とか張り付いてるよ。え、ないよりマシだけどよ。カズヤは文句を垂れながら、クソも垂れ始めた。なあ、誰か泣いてるよな。と、個室の中から大声でカズヤが言い出した。は？いや、隣の女子トイレだと思うんだが、女の子が泣いてねえか？カズヤに言われて初めて気がつき、聞こえた。確かに、女子トイレの中から女の泣き声がする。カズヤも俺も黙り込んだ。誰かが女子トイレに入っているのか？なぜ、泣いているのか？なあ、お前確認してくれよ。だんだん泣き声ひどくなってるだろ。正直、気味が悪かった。しかし、こんな山奥で女の子が、さびれたトイレの個室で一人泣いているのであれば、何か大事があったに違いない。俺は夜決して女子トイレに入り、泣き声のする個室に向かい声をかけた。すみません、どうかしましたか？返事はなく、まだ泣き声だけが聞こえる。体調でも悪いんですか？すみません、大丈夫ですか？泣き声が激しくなるばかりで、一向にこちらの問いかけに返事が返ってこない。その時、駐車場の上に続く道から車の音がした。出ろ。俺は確信とも言える嫌な予感に襲われ、女子トイレを飛び出し、カズヤの個室のドアを叩いた。なんだよ。車の音がする、万が一のこともあるから早く出ろ。わかった。数秒経って、青ざめた顔でカズヤがジーンズを履きながら出てきた。と同時に、駐車場に下ってくるキャンピングカーが見えた。最悪だ。今森を下る方に飛び出たら、確実にあの変態一家の視界に入る。選択肢は、唯一死角になっているトイレの裏側に隠れることしかなかった。女の子を気遣っている余裕は消え、俺たちはトイレを出て裏側で息を殺してじっとしていた。頼む、止まるなよ。そのまま行けよ、そのまま。おい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 、見つかったのか？カズヤが早口でつぶやいた。キャンピングカーのエンジン音が駐車場で止まったのだ。ドアを開ける音が聞こえ、トイレに向かってくる足音が聞こえ始めた。このトイレの裏側はすぐ5メートルほどの崖になっており、足場は俺たちが立つのがやっとだった。よほど何かがなければ、裏側まで見に来ることはないはずだ。もし俺たちに気づいて近づいてきているのであれば、最悪の場合、崖を飛び降りる覚悟だった。飛び降りても怪我はしない程度の崖であり、やれないことはない。用を足しに来ただけであってくれ、頼む。俺たちは祈るしかなかった。しかし、一向に女の子の泣き声が止まらない。あの子が変態一家にどうにかされるのではないか？それが気が気でならなかった。男子トイレに誰かが入ってきた。声の様子からすると父だ。いやー、気持ちがいいな。ハーレルヤ、ハーレルヤ。と、どうやらショーの方をしている様子だった。その後すぐに、個室に入る音と足音が複数聞こえた。双子のおっさんだろうか。もはや、女の子の存在は完全にバレているはずだった。女子トイレに入った母の。髪がない。という声も聞こえた。女の子はまだ泣きじゃくっている。やがて父も双子のおっさんたちも、トイレを出て行った様子だった。おかしい。女の子に対しての、変態一家の対応がない。やがて母も出て行って、変態一家の話し声が遠くになっていった。気づかないわけがない。現に女の子はまだ泣きじゃくっているのだ。俺とカズヤが怪訝な顔をしていると、父の声が聞こえた。を待つ、もうすぐ来るから。と言っていた。何を待つのかは聞き取れなかった。どうやら双子のおっさんたちが、ぐずっている様子だった。やがて平手打ちのような音が聞こえ、おそらく双子のおっさんの泣き声が聞こえてきた。悪夢だった。楽しかったはずのヒッチハイクの旅が、なぜこんなことに。今まではあまりの突飛な展開に怯えるだけだったが、急にあの変態一家に対して怒りがこみ上げてきた。あのキャンピングカーをぶん取って、山を降りる手もあるな。あのジジイどもをぶん殴ってでも、大男がいない今がチャンスじゃないのか？待ってるって、大男のことじゃないのか？カズヤが小声で言った。しかし、俺は向こうが俺たちに気がついてない以上、このまま隠れて、奴らが通り過ぎるのを待つ方が得策に思えた。女の子のことも気になる。奴らが去ったら、ドアを開けてでも確かめるつもりだった。その旨をカズヤに伝えると、しぶしぶうなずいた。それから15分ほど経った時。ちゃん来たよー。母の声がした。待っていた主が駐車場に到着したらしい。
何やら談笑している声が聞こえるが、よく聞き取れない。再びトイレに向かってくる足音が聞こえてきた。ミッキーマウスのマーチの口笛。あいつだ。警戒に口笛を吹きながら、大男が小を足しているらしい。女子トイレの女の子の泣き声が一段と激しくなった。なぜだ？なぜ気づかない？やがて泣き叫ぶ声が断末魔のような絶叫に変わり、ふっと消えた。何かされたのか？見つかったのか？しかし、大男は男子トイレにいるし、他の家族が女子トイレに入った形跡もない。やがて、口笛とともに大男がトイレを出て行った。女の子がトイレから連れ出されてはしないか、と心配になり、危険を顧みずに、一瞬だけトイレの裏手から俺が顔を覗かせた。天下ロンハットにスーツ姿の、大男の歩く背中が見える。ここだったよなぁ。不意に大男が叫んだ。俺は頭を引っ込めた。ついに見つかったか？カズヤは木の棒を強く握りしめている。そうだそうだ。罪深かったよね。と父と母、双子のおっさんの笑い声。泣き叫んだよなぁ。と男。泣いた泣いた。悔い改めた。ハレルヤ。と父と母、双子のおっさんの笑い声。何を言っているのか？どうやら、俺たちのことではないらしいが。やがて、キャンピングカーのエンジン音が聞こえ、車は去ってった。あたりはもう完全に明るくなっていた。変態一家が去ったのを完全に確認して、俺は女子トイレに飛び込んだ。すべての個室を開けたが、誰もいない。鍵もすべて壊れていた。そんなバカな。後から女子トイレに入ってきたカズヤが、俺の肩を叩いてつぶやいた。なあ、お前も途中からうすうすは気がついてたんだろ？女の子なんて、最初からいなかったんだよ。二人して幻聴を聞いたとでも言うのだろうか。確かに、あの変態一家の女の子に対する反応が一切なかったことを考えると、それも頷けるのではあるが、しかし、あんなに鮮明に聞こえる幻聴などあるのだろうか。駐車場から上りと下りに続く車道があり、そこを下れば確実に国道に出るはずだ。しかし、再び奴らのキャンピングカーに遭遇する危険性もあるので、あえて森を突っ切ることにした。街はそんなに遠くない程度に見えているし、周囲も明るいので、まず迷う可能性も少ない。俺たちは無言のまま森を歩いた。約2時間後、無事に国道に出ることができた。しかし、着替えもない、荷物もない。頭に思い浮かんだのは、あの親切なコンビニの店長だった。国道は都会並みではないが、朝になり交通量が増えてきている。あんな目にあって、再びヒッチハイクするのは度胸がいったが、なんとかトラックに乗せてもらえることになった。ドライバーは、俺たちの汚れた姿に当初困惑していたが、事情を話すと心よく乗せてくれた。事情といっても、俺たちが体験したことをそのまま話してもどうか、と思ったので、キャンプ中に山の中で迷った、ということにしておいた。運転手も、そのコンビニなら知っているし、よく夜らしかった。約1時間後、俺たちは例の店長のいるコンビニに到着した。店長はキャンピングカーの件を知っているので、そのまま俺たちがひどい目に遭ったことを話したのだが、話してる最中に、店長は怪訝な顔をし始めた。え、キャンピングカー？いや、俺はさ、君たちがあの時、急に店を出て国道沿いを歩いていくので、止めたんだよ。俺に気を使って、送ってもらうのが悪いので、歩いて行ったのかな、と。10メートルくらい追って行って、こっちが話しかけても、君らがあんまり無視するもんだから、こっちも正直、気悪くしちゃってさ。どうしたのさ？どういうことなのか。俺たちは確かに、あのキャンピングカーがコンビニに泊まり、レジで会計も済ませているのを見ている。会計したのは店長だ。もう一人のバイトの子もいたが、上がったのか今はいないようだった。店長もグルか？不安が胸をよぎった。カズヤと目を見合わせる。すみません、ちょっとトイレに。とカズヤが言い、俺をトイレに連れ込む。どう思う？と俺？店長が嘘を言ってるとも思えんが、万が一あいつらの関連者としたら、ってことだろ？でも、なんでそんな手の込んだことする必要がある？みんなイカれてるとでも？まあ、釈然とはしないよな。じゃあ、こうしよう。大事を取って、さっきのうんちゃんに乗せてもらわないか？それが一番いい方法に思えた。
俺たちの意見がまとまり、トイレを出ようとしたその瞬間、個室のトイレから水を流す音とともに、あのミッキーマウスのマーチの口笛が聞こえてきた。周囲の明るさも手伝ってか、恐怖よりまず怒りが込み上げてきた。それはカズヤも同じだったようだ。開けろーらー。とガンガンドアを叩くカズヤ。ドアが開く。なんすか？制服を着た地元の高校生だった。いや、ごめん、ははは。特徴するカズヤ。幸い、この騒ぎはトイレの外まで聞こえてはいない様子だった。男子高校生に詫びを入れて、俺たちは店長と談笑するドライバーのところへ戻った。店長さんに迷惑かけてもあれだし、お兄さん、町までお願いできませんかね。これで。と、ドライバーが吸っていた銘柄のタバコを1カートン、レジに置くカズヤ。交渉成立だった。例の変態一家の件で、警察に行こうとはさらさら思わなかった。あまりにも現実離れしすぎており、俺たちも早く忘れたかった。リュックに詰めた服が心残りではあったが、ドライバーのトラックが、市街に向かうのも幸運だった。タバコの贈り物で、終始上機嫌で運転してくれた。いつの間にか、俺たちは車内で寝ていた。ふと目が覚めると、ドライブインにトラックが停車していた。ドライバーが焼きそばを3人分買ってきてくれて、車内で食べた。車が走り出すと、カズヤは再び眠りに落ちた。俺は眠れずに、窓の外を見ながら、あの悪夢のような出来事を思い返していた。一体あいつらは何だったのか。トイレの女の子の泣き声は。あ、思案が吹き飛び、俺は思わず声を上げていた。どうした？とドライバーのお兄さん、止めてください。は？すみません、すぐ済みます。まさかここで降りるのか？まだ市街は先だぞ。と、しぶしぶトラックを止めてくれた。この問答でカズヤも起きたらしい。どうした？あれ見ろ。俺の指さした方を見て、カズヤが絶句した。朽ち果てたドライブインに、あのキャンピングカーが止まっていた。間違いない。色合い、形、フロントに書かれた十字架。しかし、何かがおかしかった。車体が、何十年も経ったようにボロボロに朽ち果てており、すべてのタイヤがパンクし、窓ガラスもすべて割れていた。すみません。5分で戻ります、5分だけ時間ください、とドライバーに説明し、トラックを路肩に止めてもらったまま、俺たちはキャンピングカーへと向かった。どういうことだよ。とカズヤ、こっちが聞きたいくらいだった。近づいて確認したが、間違いなくあの変態一家のキャンピングカーだった。周囲の明るさ、車の通過する音などで安心感はあり、恐怖感よりもなぜ、という好奇心が勝っていた。錆びついたドアを引き開け、ひどい匂いのする車内を覗き込む。おい、リュック、俺らのリュックじゃねえか。カズヤが叫ぶ。確かに、俺たちが車内に置いて逃げてきた、リュックが2つ置いてあった。しかし、車体と同様に、まるで何十年も放置されていたかのごとく、ボロボロに朽ち果てていた。中身を確認すると、服や日用雑貨品も同様に朽ち果てていた。どういうことだよ。もう一度カズヤがつぶやいた。何がなんだか、もはや脳は正常な思考ができなかった。とにかく、一時も早くこの忌まわしいキャンピングカーから離れたかった。行こう。カズヤも怯えている。車内を出ようとしたその時、キャンピングカーの一番奥のドアの向こうで、ガタッと音がした。ドアは閉まっている。開ける勇気はない。俺たちは恐怖で半ばパニックになっていたので、そう聞こえたかどうかは、今となってはわからないし、もしかしたら、猫の鳴き声だったかもしれない。が、確かに、その奥のドアの向こうで、その時はそう聞こえたのだ。ママ。俺たちは叫びながらトラックに駆け戻った。するとなぜか、ドライバーも顔が心なしか青ざめている風に見えた。無言でトラックを発進させるドライバー。何かあったか？何かありました？同時にドライバーと俺が声を発した。ドライバーは苦笑し。いや、俺の見間違いかもしれないけどさ。あの歯医者、お前ら以外に誰もいなかったよな？いや、いるわけないんだけどさ。いや、やっぱいいわ。30分ほど、無言のままトラックは走っていた。そして市街も近くなったということで、最後にどうしても聞いておきたいことを、俺はドライバーに聞いてみた。あの、最初に乗せてもらった国道の近くに、山ありますよね？ああ、それが？
あそこで前に何か事件とかあったりしました？事件？いやー聞かねえなー。山つっても3つくらい連なってるからなー、あの辺は。ああでも、あの辺の山で老いた昔に、若い女が殺された事件があったとか。それくらいか？あとは、普通にイノシシの被害だな。怖いぜ、野生のイノシシは。女が殺されたところって。トイレっすか？カズヤが俺の言葉に食い気味に入ってきた。ああ、確かそう。なんで知ってる？市街まで送ってもらった運転手に礼を言い、安心感からか、その日はホテルで爆睡した。翌日翌々日には、俺たちは新幹線を乗り継いで地元に帰っていた。なるべく思い出したくない、悪夢のような出来事だったが、時々思い出してしまう。あの一家は一体何だったのか？実在の変態一家なのか？幻なのか？この世のものではないのか？あの山のトイレで確かに聞こえた、女の子の泣き叫ぶ声は何だったのか？ボロボロに朽ち果てたキャンピングカー、同じように朽ちた俺たちのリュックは、一体何を意味するのか？先日の合コンがうまくいった、カズヤのテンションが上がっている。たまに遊ぶ悪友の仲は今でも変わらない。こいつの底抜けに明るい性格に、あの悪夢のような旅の出来事が、いくらか気持ち的に助けられた気がする。30にも手が届こうかとしている現在、俺たちは無事に就職もでき普通に暮らしている。カズヤは、未だにキャンピングカーを見るとダメらしい。俺はあのミッキーマウスのマーチがトラウマになっている。先日の合コンの際も、女性陣の中に一人この携帯着信音の子がおり、心臓が縮み上がったものだ。今でもあの一家、特に大男の口笛が夢に出てくることがある。